にしたいドレスを選んでね。下画面でドレスをタッチして選んでみよう。カーブにするも、この目決定。アイドルを選んでね。ポーズを選んでね。背景を選んでね。アイカツカードをデコってね。これで決定。続けてアイカツカードを変えるよ。アイカツカードを変えたいときは下画面でドレスを選んでね。